はい。ちょっとね、いろいろ述べましたけれども、だいたい油の分類って分かっていただけましたかね。ここと、オメガ9と6と3のバランスをね、とにかく取りましょうと。3をできるだけ意識して、6は減らす。で、オリーブ油は適度に取る。で、じゃあこの飽和脂肪酸いらないのかっていうといるんですよ。やっぱり重要なものなので、体内でこの合成はできるって言われてるんですけども、ただ、これ油の種類がまた違うので、これはこれで結構必要。ね。だから、バターとかね、ラードっていうのもある程度は必要だし、それがちょっとね、抵抗ある方は、このココナッツオイルですよね。これを、積極的に取っていただくといいと思います。で、まあ、こういうココナッツオイルっていうのがさっき食べていただいたね、あれがあるわけです。で、最近もうむちゃむちゃなんかブームになってしまって、もう物がない状態なんですけども、何できっかけだったかっていうと、やっぱ認知症、アルツハイマーですよね。これが、非常に良くなるということが言われ出して、もう一気に広がって、今日本ではね、ほんとない状態。まあ、うち2種類あって、こちらも取ってるんです。こっちはもう今、売り切れちゃって、ちょっともう予約分しかなくて、次入ってくるのが、ちょっといつになるかわからないという状態で、で、こちらの、ココウェルさんのはまだ若干あるんですけど、もうちょっと少なくなってきている現状がありますので、ココナッツオイル。まあ、非常にね、ブームになってるから良くないってことではなくて、やっぱいいんですよね。それだけいいっていうのが分かってきたから浸透してきてる。だから、いいとは思うんですけども、しっかりね、毎日適量、できればカレースプーンぐらいの大きさで、ココナッツオイルでしたら、1、2杯ぐらいは全然 OK ですので、4杯ぐらい食べてもいいっていう、まあ、限度としてはね、あるので、まあ、1、2杯ぐらいこう取っていくと、これから認知症とかアルツハイマーってどんどん増えてきますので、それを事前にやっぱり予防していくという意味では、僕は今のところね、このココナッツオイル、非常にいいと思います。あと、DHA、EPA、これもね、実は認知症アルツハイマーに非常にいいので、この、オメガ3系の油、これも積極的に入れていくと、非常にいいと思いますので、まあ、そういうのでうまくね、調節しながら取り入れていただければなと思いますね。だから人を殺す油、治す油っていうのは結局治す油をね、きちんと、質よりを取る必要があるっていうことです。うん。そうすれば体も良くなるし、さっき初めに言ったその細胞の膜の状態が非常に良くなって、いろんな情報、いい情報を自動的に僕たちが取り入れることができるということになりますので、ね、ぜひ利用してください。